航空自衛隊の海 -4EJ 海ス -4 に関連する作品の一覧は、アメリカ軍や航空自衛隊などで採用された、マクドネルやクラフト社製の戦闘機、海 -4 ファントム2に関連する作品の一覧である。ベストガ外海 -4EJ が冒頭に登場、アンドロメダ、ピートモンドの状況を低空で偵察するほか、 警戒飛行中の機体が病原菌に侵されて墜落する。劇中で登場するのは、ス -105 サンダーチーフの残骸だが、ス -4 については、セリフで言及されている。ウルトラ6兄弟 VS 怪獣軍団隊のドーナダイ、7ロケット基地に出現した、怪獣軍団を迎撃する。ゴモラの光線を避けるなど前線するが、ゴモラの火炎とダストパンの光線で全滅する。映像は 新規撮影のほかウルトラマンエース第1話、ファイヤーマン第2の映像も流用されている。エアポート80架空の軍事企業が、コンコルドに登場している、重要人物を機体ごと撃墜するために用意した機体として登場。コンコルドを AIM-7 スパローで攻撃するが、4発前弾を回避され、急降下で回避するコンコルドを追って、自身も急降下するが、 フランス空軍のミラージュ海一に撃墜される。コンコルドとミラージュ海一は実機を撮影したものと模型による特撮が併用されているが、海マイナス四は模型とコクピット周りを製作したセットによる特撮のみが使われている。海獣大噴泉、大五郎対ゴリアス海藻シーンに自衛隊所属機が登場。コンビナートを襲った大五郎の母を攻撃する。 ガメラ台怪獣空中決戦、海 -4EJ 海及び低卒機型の RF-4E が登場。上空紹介中の RF-4E が、T 半島沖から飛翔したガメラを追跡するも、見失う。その後、81式短距離地対空誘導弾による攻撃を受けて、日本平らに落下したガメラを攻撃する74式戦車を、 海マイナス 4EJ 海が500ポンド爆弾で近接支援している。皇帝のいない8月自衛隊機が登場。クーデター部隊の航空攻撃に備えて日本上空に展開する。撮影にはミニチュアが使用されている。なお、漫画版でも同様のシーンで海マイナス4が登場するが、原作小説で登場するのは、千歳基地、小松基地、百里基地。 ニュータバル基地所属のナ1 0四 j となっている。ダイハードに作中に登場する架空の国、バルベルでの空軍機として登場。架空のマーキングを描かれた模型が画像合成処理されている。デザートイーグル、イラン空軍の主力機として全般にわたって登場。冒頭で、イラク空軍のミグ -21 を撃墜するほか、イラク西部に期待したイラク空軍機破壊作戦を成功させる。 デメキング主要登場人物の一人の夢の中に自衛隊機が登場。隕石に入った状態で瀬戸内の他の裏に降下してくるデメキングを追跡しており、うち一機が墜落する。日本沈没航空自衛隊百力基地の RF-4EJ が登場。災害派遣として阿蘇山の噴火を上空から偵察すべく発信する。ノストラダムスの大予言終盤で主人公が語る。 核兵器が用いられる極地戦の予測の中にアメリカ海軍の海マイナス4が登場航空母艦エンタープライズより発艦していくハドソン側の奇跡チェズレイサレンバーガーが空軍時代を改装するシーンでアメリカ空軍機が登場爆撃訓練中に油圧系統が故障し緊急着陸するハンバーガー昼来たベトナム軍が占領している南 ベトナム・アシア渓谷の937高地を攻略するための作戦、アパッチスノー作戦に参加するアメリカ陸軍第101空挺師団指揮下の空挺連帯支援のために、アメリカ空軍の海マイナス4が登場し、ナパーム弾による空爆を行う。なお、この映画のロケ地はフィリピンであるため、当時クラーク空軍基地に展開していたアメリカ空軍の 解放時装備の戦闘飛行団所属の回マイナス 4E が撮影に使用された。バンブルビーディセプティコン航空兵、ブリッツウィングがスキャニングした姿で登場している。ファイナルカウントダウンニミッツ級航空母艦、ニミッツの艦載機として登場。メカゴジラの逆襲防衛隊所属機として登場。横須賀に出現したチタノザウルス及びメカゴジラ2を二度に渡って迎撃するが、一度目は、 首都のザウルスに飛びかかられて撃墜されており、2度目はゴジラを援護するものの、メカゴジラ2のスペースビームで全滅する、ゴジラシリーズでいマイナス4が登場したのは、本作のみとなっている。メタルブルー、ソ連空軍のミグマイナス29ファルクラム役として、イスラエル空軍所属の解マイナス 4E が使われている、惑星大戦争、皇天のクミンで唯一の外国人であるジミーが、 後天建造基地に駆けつけるのに、アメリカ海軍機を使用。途中で、ヘルファイターに撃墜されるが、ジミーは墜落直前に脱出する。アイアンキング第8話に防衛隊の機体として登場。東京を蹂躙する、シルバーライダーを攻撃する。第26話でもクリケットン迎撃に出動するが、そのハサミに捕まえられて撃墜されてしまう。ビジュアルバンディックス第1話に、 航空自衛隊機が登場。群馬県産幹部に出現した巨大生物に対し2機が出動し、巨大生物が巣としている B-29 の残骸をトレリが開発したナパーム弾を用いて空爆。巨大生物を撃破する宇宙エンジンを折り第3話に防衛隊機として登場。ミドロンゲーに出動するウルトラシリーズウルトラマン科学特装隊 NY 支部に 配備されているほか、防衛隊の航空戦力として、たびたび登場する。ウルトラセブン第1話で、地球防衛軍所属と、応募式機体が、ウルトラホーク1号と並んで中期している。ウルトラマンエース第1話で、地球防衛軍の戦力として、ベロクロン攻撃に出動するが全滅する。後に残存した複数の機体が、支援戦闘機として TAC に配備され、第12話まで登場する。 第35話には航空自衛隊機が登場し、ドリームギラスに撃墜されている。ウルトラマンレオ第3話で MAC 仕様の戦闘機として登場。MAC 全滅後は防衛隊の戦闘機として円盤生物を迎撃。ウルトラマン80地球防衛軍並びに航空自衛隊の航空戦力として第1話第22話まで登場。エースフライヤーが登場するようになり、 登場しなくなった。ウルトラマンレオスパイロット版に GSG 所属機として登場。都市部に出現し破壊活動を行うザム星人を攻撃する。映像はウルトラマン80のものの流用。ウルトラゾーン第19.20海内の最後の攻撃命令に防衛軍第302飛行隊所属機が登場。第305飛行隊の F-15J と共に 防衛軍本部へと進行する、キング城を攻撃する、仮面ライダーブラック RX、地球防衛軍機として、第44話に登場。不評部隊と共に、グランザイラスを攻撃するも撃墜される。恐竜大戦争アイゼンボーグ防衛隊の戦闘機として登場。サンダーマスク第8話で、ベンバーン迎撃に出動するが全滅する。全滅シーンがオープニングにも使用されている。 シルバー仮面ジャイアント第19話に自衛隊機が登場。ギラスモン迎撃のために出動する。正義のシンボルコンドールマン第1話で、モンスター一族のサドラーが登場して、対地攻撃を行う。強力な新型爆弾を投下後、生き残ったミツヤ一心に、機銃装射で致命傷を負わせる。第13話では、マジンコンバットと共に、サラマンダーも登場している。 大鉄人17レッドマフラー隊の航空戦力として登場。後期オープニングにも実写で登場。戦え。マイティジャック第14話に主翼に、日の丸が描かれた機体が登場。巨大化したミイラ怪人を迎撃するが、攻撃に入る前に全滅する。特救い司令ソルブレイン第1話に航空自衛隊機が登場。東京上空に平井七条を攻撃した謎の飛行物体に対し、 百力地と厚木基地の所属機が F-15J と共に非常警戒態勢 A に入る。ファイヤーマン第1話にドリゴン攻撃に出動して以降航空防衛隊所属機が複数回に登場。ミラーマン航空防衛隊の主力戦闘機として全編通して活躍。白箱後半クールで描かれる劇中劇第3飛行少女隊の制作シーンにおいて 回マイナス4が登場する。また、後半クールのオープニングフィルムにも短時間だが登場する。第3飛行少女隊前述の白箱の劇中劇で、白箱の BD、DVD 第7巻に映像特典として、第3飛行少女隊の第1話25分が収録されている。人類側が使用している戦闘機として、 US a r f o r c と記載された全面グレート層の回マイナス4多数が登場し噴戦するが、敵であるビルダーの操る回マイナス35、ライトニング2との性能差は歴然で、悲劇追記が続出する。ストライク、パープル、レッド、ブルーの4機変態4つが確認されている。常日の第一話においては明示されていないが、主人公グループに加わるキャサリンの蒸気となることが、 予定されていることを示す描写が白箱での制作シーンに入れられている。池ニげアメリカ海軍機が登場。核ミサイル基地上空に出現した UFO を迎撃するが UFO を傷つけられぬまま取り逃がしている。牛尾とラ航空自衛隊機が登場。 漫画版第48章では沖縄近海で妖怪白面のものと接触するが撃墜されており漫画版第54章では沖縄諸島沖の決壊領域に捕らえられたシラフのものに対し海 -15 イーグルと共にキルリ安心動機付けミサイルによる攻撃を加えている。なおテレビアニメ版には登場しないウルホシやツラアニメ版 第156話に面倒化施設軍の戦闘機として登場。170機が面、同量子の指揮のもとに水の工事へを攻撃し、水の工事への施設軍と空中戦を繰り広げる。宇宙円盤大戦争、デュークフリードを炙り出すため、世界各国を襲うヤーバン製の戦闘円盤と、明細色の海マイナス4がニューヨーク上空で交戦。円盤の機動性にかなわずに、 一方的に光線を浴びて消滅する。エリア88ベストセラーアなキナだけあって、第3話での登場をはじめとして様々な場面で登場している。作中では複数の人物が使用しているが、回マイナス4を主に使用した不死鳥チャーリーが代表格として挙げられる。なお、主人公である風間誠も一度だけ使用している。回マイナス4は本来複雑式であり、 パイロットとナビゲーターが登場するが、作中ではナビゲーターが乗っていなかったりと場面によって、いろいろな描写が見られる。先日のチャーリーも一人で操縦しており、複雑式であるカイイマナス -14 トムキャットを使用しているミッキーも同様に一人で操縦している。学園目視録ハイスクール・オブ・ザ・デッド単行本第2巻冒頭に航空自衛隊の RF-4E が登場。 床カ市上空から奴らが蔓延した市内の状況を撮影する。テレビアニメ版では第4話の冒頭に街頭のシーンが見られる。空母いぶき航空自衛隊の RF-4EJ が登場。識別コードはダックに中国に占領された先島諸島の偵察に出動し、上空からタラマ島を撮影するも直後に 中国人民解放軍の1000-20の追撃に、相撃追される、ゲゲゲの鬼太郎、妖怪獣に、アメリカ海軍機が登場。日本再建隊の要請を受けて、押しさ壁たぬきが操る大ナマズを攻撃するが、大ナマズが発生させた竜巻によって一方的に、撃破される。こちら、葛飾区亀有公園前破出所ムービーに UFO、襲来、トルネード大作戦。 航空自衛隊所属の2機が、ヒルーマル偵察が出動するが、ヒルーマルが発生させた竜巻で2機とも撃墜される。機体の色は、グレー一式だが、撃中で、偵察機と言われていることから、百力地所属の RF-4EJ の可能性がある。最終兵器航空自衛隊機が多数登場、毒ガス兵器化した、主人公の東京侵入阻止のために、 海 -15J や R-1S と連携して中央自動車道場で爆撃を加えるサイボーグ009テレビアニメ第1作第16話にアメリカ空軍機が登場平博士が制作した機械によってイメージから実体化し放射能をまとってサンフランシスコへと進撃する戦艦長田を艦隊と共に迎撃するがイメージの長田を破壊することはできず 長門の対空砲火によって撃墜される。戦え。超ロボット生命体トランスフォーマー回マイナス4に変形するサイバトロンエアーボット偵察インファイアーボルトが登場する。花咲くロハアニメ版第16話と第17話で自衛隊機として登場。2機変態を下から見上げた同じ構図で回送シーンには回マイナス4を現代のシーンでは 回マイナス 15J を登場させ、年月の経過を表現する演出としている。パニックワールド、東京上空に、アメリカ軍機が2機飛来し、1機が架空の自衛隊、戦闘機と空戦になって撃墜される。ファントムブライ航空自衛隊百力基地の回マイナス4、パイロット、神田哲夫二等空位とナビゲーター、栗原博美二等空位が中心になり織りなすドラマ。神田、栗原機は、 主役目からしく非常に高機動、強力な機体として描写されているが、神田の無茶な操縦が響いて、物語中盤で2代目に交代している。マリカ、セブン百0 0力地所属のコールサイン、グリフォン1をはじめとする回マイナス 4EJ 回が、怪獣と交戦するマリカセブンを援護すべくたびたび、登場する。ミステリー・イブ、日本上空で、 惑星イタスの宇宙船を追撃して撃墜する。自衛隊機なのか、アメリカ軍機なのかは不明。メガゾ二23戦以降用を目的とした時、祭り部の歌唱映像の中に登場。自治軍所属機ということになるが、実機が存在するのかは不明。夜行雲のサリスサ第7話に、航空自衛隊第302飛行隊所属のコールサイン、コメット03が登場。東。 シナ海上空で領空に接近する H-6G 及び J-10 と接触するが、その直後にエグゾセ型の天翔隊の攻撃を受けて墜落し、パイロットのフシキリオに遠空位は脱出する。ルパン三世、テレビアニメ第二シリーズ第152話に登場。ゲストキャラのミネソタファッツが使用し、次元大輔を追跡する際に乗り捨てている。ルパンたちの蒸気を、 機種の機関砲で攻撃しているため、イーガ対抗の機種である、レディーイーグル、ナハキチ所属の会マイナス 4EJ イが登場。スマイナス27フランカー相手に苦戦するも、複数撃墜する。アリエル航空自衛隊所属の会マイナス 4EJ が、第一巻より、たびたび登場。会マイナス 15J イーグルや F マイナス1とともに、 下道車の巨大ロボット、高架兵などを迎撃するが、圧倒的な技術レベルの差が存在するため、一方的に撃破され続けている。また、第4巻には、イギリス空軍所属機も登場。大西洋上で、ナトウ軍の阻止船を突破する、宇宙怪獣マインアギラを撮影する。OVA 版である、アリエルビジュシーバイ最大の機器では、シーバイも回マイナス4を保有している。MMQ。 インベージョン、百力地所属の海 -4EJ 海が登場。大気圏外から東京に降下し暴れる宇宙海中ゼロケルビンを海 -15J と共にゼロケルビンが台東区から千代田区まで進行する間に攻撃するが、目立った戦果は挙げられていない。スパーバード、ドイツ軍所属機としてエンジン水力の向上と可変交代翼への改造が行われた。 架空の発展型が登場。実戦テストとして、ボーデン湖への勢力減退在投下に向かう、アメリカ軍の架空戦闘機、カイマイナス1スーパーバードを迎撃するが、6機中3機が撃墜される。ワールドウォー Z イラン空軍所属機が登場。ゾンビ化を引き起こすウイルスの感染者を含む、大量の難民のイラン国内への流入を防ぐため、パキスタンの領土であるバルチスタンのケチ川橋を、 爆撃で破壊し、両国間の戦争の引き金となる。青い世界の怪物日本語版の挿絵に、アメリカ海軍所属機が登場。フィリピン沿岸で頻発する海現象の調査のために、出動した空母に関西されており、スラウン島沖に出現した巨大なエカの群れに対し、爆撃を加えている。遊びに行くよ。第8巻に、カデナ基地所属の RF-4E が登場。 警戒態勢をとっていた機体が、那覇港から発射された巨大アシストロイド、主霊港5号のパーツを撮影する、アンドロメダ病原体アメリカ軍機が登場。アリゾナ州ピードモントの上空で、定期訓練中に、変異したアンドロメダ禁酒によって機体に用いられているポリマーを、分解され、墜落する。怒りの政治航空自衛隊の RF-4E が登場。 植物侵略を受けて薬島で行われた植物攻撃剤の実験の際に赤外カラー写真を撮影し薬島の山岳森林地帯の反応を観測する移住の夏在日米軍機と航空自衛隊の海マイナス 4EJ が登場冒頭では厚木基地所属機が東京湾内に侵入した移住に対し偵察を行うその後は 移住のエネルギー摂取によるレーダー網の機能不全の隙をついて出没するソ連の津マイナス95部屋に大使百力地の海マイナス 4EJ が東京湾から富士山方面へ飛行する移住に対し百力地の海マイナス 4EJ と横田基地のアメリカ空軍機がスクランブルするガーリーエアフォース第2巻より航空自衛隊の RF マイナス 4EJ を ドーターと呼ばれる一種の無人航空機に改造した架空の派生型 RF-4EJ アンムファントムが主要メカニック及びメインキャラクターの一人として登場する神風の国航空自衛隊の会 -4EJ 会が登場波の上ビーチ付近に自力座礁した中国海軍のミサイル巡洋艦杭州に対し6機が超低空から 空対地ミサイルによる攻撃を行うが、周囲に展開する中国軍の対空機銃によって2機が撃墜される。去年は、いい年になるだろう海 -4EJ 及び RF-4E が登場。24世紀からタイムトラベルしてきたロボット軍、ガーディアンによって、各地の航空自衛隊基地に配備されていた海 -4EJ が解体されてしまうが、RF-4E は、 非武装の偵察機だったため放置される銀河連合日本ウェブ版第3話に航空自衛隊機が登場ティエルクマスカ銀河聖環共和連合の飛翔隊バルメが日本各地に飛来したことを受けこれに対応すべく3機が大阪上空に展開している空母プロメテウスベトナム戦争に参加した架空のアメリカ海軍空母プロメテウスの艦載機として登場ヤンキーステーションで 作戦行動中のプロメテウスで発生した A-4 スカイホークのケロシン燃料失火を口火とする大規模火災及び爆発事故によってほぼ全機が完全に消失する黒い墜落機航空自衛隊機としてカイ -4FJ という核仕様が登場搭載可能なミサイルの形式などが実機と異なる秘密裏に各爆撃訓練を行っていた第7航空団百里派遣隊 1> 第1 1飛行隊所属機が悪天候によってハムラフース近くの戦場だけ山陸に墜落。各模擬弾頭と各爆撃装置の存在を隠蔽するため残骸の撤収と目撃者たる風ス10人の殲滅を目的としたサルビア作戦が開始されるゲート自衛隊彼の地にて各戦いり小説、漫画、アニメ版にて異世界特地に派遣された自衛隊機として 海マイナス 4EJ 海が登場する。航空支援や偵察、翼竜との空中戦、遠竜とのチキンレース、低都元老院への爆撃など、物語中盤から出番が多い。特地への入り口である門が銀座のど真ん中にあることから一度分解した上で、再度特地で組み立てを行う。旧式機である海マイナス 4EJ 海が発見されたのは、 万が一放棄しても惜しくないからと GPS などの支援がなくても運用に支障が少ないからとの判断からである。年齢的に回 -15J や回 -2 への機種転換が難しく、回 -4EJ 回の退役と共に地上に降りる予定だったベテランパイロットらが派遣され民間旅客機やアメリカ軍機への遠慮のいらない特地の空を謳歌する。特地の住民からは 空を舞う剣と称されていた。アニメ版では、第11話から登場する。原子力空母シナノシリーズ AV-8、B ハリアー2とともに、シナノの関西機として、EJ 海が登場するほか、S 型ベースの電子戦機 EF-4、S サンダーファントムや、e、EJ 改めに、作者によると、EF-4S については自衛隊の現役海 -4 パイロットから、 無茶すぎるという意見が出たため、後付けで運用制限が付け加えられた。鋼鉄のレバイアさん航空自衛隊第306飛行隊及び第304飛行隊の回マイナス 4EJ と第501飛行隊の RF マイナス4が登場。序盤では第306飛行隊所属の発揮が第205飛行隊の F マイナス15とともに、 ウラジオストックから飛来したロシア空軍のミグ -29 ファルクラムとの都半島北方で交戦する。その後、終盤で、津島攻略を目指すロシア海軍太平洋艦隊の戦艦、バツーチンに対し、第501飛行隊所属機が強行偵察を行った後に、第304飛行隊所属機18機が、第6飛行隊の F-1 と共に攻撃を、 行い、89式航空魚雷を用いて、津島北方で、バツーチンを撃沈する。国連航空軍、シリーズフェライト塗料の使用で、ステルス化を行った、架空の派生型、RF-4E ファントムブラッキーが登場する。関連するエピソードが存在する作品として、同作者のネオゼロシリーズや、ナイトダンサーがある。時間砲計画自衛隊立川基地の所属機として、 登場。武部博士によって選挙された電子工学研究所の攻撃に参加するが、武部博士の時間法によって過去か未来へと飛ばされてしまう。首都消失東京が雲に覆われたことを受けて、東京休校を行ったソ連空軍の津 -22M バックファイアに対し、百里基地所属の海 -4EJ が三沢基地所属の F-15 と共にスクランブル発進する。 その後も空磁期が伊豆諸島上空へと領空侵犯したエリント使用のつマイナス16バジャーの追跡を百力地の RF-4E とアメリカ海軍の空母ミッドウェイの関西域がカムラン湾から北海道東南岸沖にかけての海域で演習を行ったソ連大艦隊に対する警戒を行っている映画版では百力地所属機のみが登場しており スクランブルの描写も一回にまとめられている。親切が一杯登場人物の一人がかつて海マイナス4を個人所有しており、日本空軍の将兵から幽霊戦闘機と言われていたことが語られている。生徒航空自衛隊機が登場。第二艦においてはベトナムに派遣されており、炭素ニュット空港を基地とする機体が、高チェンの戦いにおいて、陸上自衛隊、 第一独立走行連隊を支援すべく沿岸部密林地帯に追い込まれたベトコンを500ポンド爆弾で爆撃する。第三巻では1993年の時点で約200機のファントム改めが予備機の状態にあることが語られている。総合の大地、滅ぶ物語序盤、航空自衛隊三沢基地所属の海マイナス 4EJ と アメリカ空軍第5空軍所属の海マイナス 4D が登場。大陸から襲来したトノサマーバッタの大軍に対し、青森県上空にて変態で衝撃波による太平洋上への誘導を試みるも失敗。後半では、三沢基地の第81航空隊所属機が日本から独立した東北6県欧州国の首都森岡市を爆撃する。 第3次世界大戦アメリカ空軍やイギリス空軍をはじめとする NATO 軍機が登場。第3次世界大戦初日よりドイツ上空などでワルシャワ条約軍機に対する防衛航空戦闘を繰り返すほか、米軍機はソ連軍の地上部隊に対し毒ガス噴射タンクによる攻撃を行ってもいる。第十五航空団ソ連の支援を受け、イラクに侵攻するイラン軍を阻止するため、 アメリカ空軍の第45航空団が派遣される。著者自身も元海 -4 パイロット、指定海生物マントラ、アメリカ空軍機が登場。グアム島へと向かうマントラに対し、アンダーソン空軍基地所属機が F-111 と共に出撃する。東京ドラゴンストライク航空自衛隊の海 -4EJ 海が登場。竜族の少女、クークルによって、 海 -15J と共に義流化され、敵対する竜族にずれ軍によって、義流化され、東京湾へ侵入した空母、ジョージ・ワシントンに対する攻撃に用いられるが、にずれ軍によって撃墜される。ニセコ要塞1986、IBM 空軍機として、海 -4EX 海という架空の型番で登場。また、偵察機型も、 RF-4CZ という架空の型番で登場する。日中尖閣戦争物語序盤。一時的に那覇基地に配置された第501飛行隊所属の RF-4EJ が領海侵犯した中国海軍の東海艦隊へ偵察を行うため出撃するが、官報による攻撃を受け操縦不能となり、そのまま東海艦隊めがけて突入する。物語終盤では、 同じく、那覇基地に配備された第301飛行隊の海 -4EJ 海が、海 -2 と共に、対艦攻撃を行う。日本北朝鮮戦争自衛隊武装砲機、物語序盤に RF-4E が登場し、竹島周辺の偵察を行うが、北朝鮮軍のロケットランチャーにより撃墜されてしまう。日本沈没三沢基地所属機が登場。 津軽海峡に出現したソ連バルチック艦隊所属の駆逐艦をインターセプトする。なお、登場した機体はなぜか、西ドイツ空軍仕様である海 -4F となっている。葉桜が来た夏、第1巻に百力地所属の RF-4E が登場。日本へと落下してくる異星人アポストリの十字架型宇宙船を偵察する。パパママバイバイ。 アメリカ海兵隊の RF-4B による横浜米軍機墜落事件を題材とした絵本。ただし、登場する海 -4 はアメリカ海軍機として描かれている。パパママバイバイとしてアニメ映画化もされたファントムシリーズファントム勇者伝説1ファントム強奪航空自衛隊の海 -4 を墜落を装って強奪し転売している。その後のシリーズでは 主人公の個人所有機として、海マイナス4が登場する。フルメタルパニック。アナザー第12巻に、航空自衛隊の海マイナス 4EJ が登場。調布市を目指し飛行する、AI 制御の超大型アームスレイブ、カイサルを、日本海上空で迎撃する部隊の一翼を担うが、突破され、日本本土上空への侵入を許す。方針全員航空自衛隊もしくは、 在日米軍所属機が登場。東京を目指す、トールイジュ獣に対し、日米の混成部隊の一翼として、埼玉県との県境で、空対地ミサイルによる攻撃を行うが通用せず、第一陣は撃滅される。復活の非人類滅亡の危機との戦い、海マイナス 4EJ が登場。MM マイナス88金による悪魔風によって、全住民が死亡した地区に対し、 大型消夷爆弾を用いて、遺体をダビせよという命令を受けるが、ほとんどの自衛隊員が、悪魔風の末期症状に至るか死亡していたため、実際に行われた爆撃はごくわずかに止まる。ベトナム空戦士ベトナム戦争従軍時ベメフ -314、2回マイナス4パイロットとして所属していた著者の実体験に基づく、個人的回マイナス4空戦士。 滅びの円航空自衛隊の RF-4E が登場。異常発生したネズミの大群の東京への進撃を阻止すべく奥多摩においてナパーム弾攻撃を行う第3飛行隊所属の F-1 を攻撃位置に誘導している未来10倍部第501飛行隊所属の RF-4E が登場。瀬戸内海で行方不明になった複数の釣り人のボートと 同時に目撃された怪しい影の捜索のために2機が発進し、帰還中に海中の影を赤外線探知装置で捉えている。また、その後、影の正体である海中バイブと遭遇した白根型護衛艦の撃沈がソ連の攻撃によるものと推測されたことを受けて、小松基地所属の海マイナス4がスクランブル発進する。ヤングセレクションカラー版、カメラにレギオン襲来。 完全ストーリーに、航空自衛隊の海マイナス 4EJ が登場。足利市付近の第一次防衛ラインで、宇宙海獣レギオンに対し500ポンド爆弾による、近接航空支援を行うが通用せず、レギオンのマイクロハシェルによって撃墜される。原作である映画、ガメラにレギオン襲来には登場せず、同様のシーンでは、K、海マイナス1が攻撃を行っている。作戦、第巻。 ハレーションゴーストに解マイナス 4EJ が登場。太平洋上に出現した第二次世界大戦中の日本軍機及びアメリカ軍機の大軍に対して解マイナス 15J と共にスクランブル発進するが大軍が突然と消え去ったため空振りに終わる。イ・ A アメリカを代表として多くの戦闘機が登場する盾スクロールシューティングゲーム解マイナス 4EJ が登場する。 ロックオン、モダンエアーコンバット各種現代ジェット戦闘機、攻撃機が登場する、コンバットフライトシミュレーション。プレイヤー操縦機体ではないが、回マイナス 4E が、AI 専用機体として登場し、プレイヤーの遊軍機あるいは敵軍機として、戦闘に参加可能。デジタルコンバットシミュレーター、ロックオン、モダンエアーコンバットの続編にあたる最新の、コンバットフライトシミュレーション。 同じくプレイヤー操縦機体ではないが、回マイナス 4E が AI 専用機体として登場し、プレイヤーの遊軍機あるいは敵軍機として戦闘に参加可能。マジか DLC のマジか、ベトナムにあるマジック、ナパームを唱えた際に、どこからか飛んでくる。プレイヤーがカーソルを合わせた場所にナパーム弾を投下していく。威力、効果範囲ともに申し分ないが、 注意しないと味方が巻き込まれやすい。ウォーサンダーアップデート1.91で、アメリカ軍の機体として C 型が1.95では、イギリス軍の機体としてファントム FGR2 が実装された。プレイヤーが操作可能。また1.97では D 型の改良型 E 型と、航空自衛隊機の回 4EJ が追加された。ウォーゲームレッドドラゴンな当陣営のアメリカ軍デッキ。 自衛隊デッキで使用可能な航空機としてアメリカ軍デッキには、K4GK-4JK-4S が自衛隊デッキには、K-4EJ が登場する。ウィングオーバー K-4EJ が登場。X プレーン 10K-4 に登場して飛行することができる。フライトシミュレーション。エースコンバットシリーズ時代設定が21世紀中盤に近い。 エースコンバット3を除く作品で登場。大抵は序盤に登場し、エースコンバット0 4エースコンバット X、エースコンバットでは、回マイナス 4E が主人公の初期登場機として登場するが、使い方次第では、終盤のミッションでも、最新鋭機に負けない働きを見せる。なお、エースコンバット0 4エースコンバット X では、回マイナス 4E は、関西機として扱われているが、 実際は、関西機ではない。エースコンバット5では、カイマイナス 4E に加えて、カイ 4G、X も登場し、カイ 4G は劇中に登場する、ジャック・バートレット単位の初期登場機である。また、エースコンバット0では、敵として登場する、ベルカ空軍のエース部隊、ツイルバー隊の隊長ディトリッヒ・ケラーマン中佐がカがマイナス 4E の回収機に登場している。ただし、 エースコンバット6では、敵機として登場するのみで、時期として使用することはできない。エースコンバット R では、初回特典で回マイナス 4E の DLC コードが付いており、時期として操縦が可能。エースコンバット7では、敵機として登場するほか、DLC で、プレイアブル機体として配信された。なお、一部の作品では、航空自衛隊百力地所属の RF-4E、 EJ の養生明細のカラーリングをスキンとして使用することもできる。エアフォースデルタプレイヤーの登場機体として使用可能。ブルーウィングナイツでは、ジョン・ランダルの登場機体として使用可能。エアロダンシングシリーズ、ボブノーズの J 型および E、EJ、EJ 回、RF-4E が使用可能。回 -4 の悪壁とも言えるアドバンス用を再現するなど、 下手な PC 用のフライトシムより、実機に忠実な面も存在するが、RF-4E の偵察用カメラや E、EJ、J の見えない、レーダーの再現はを行われていない。外貨の合法やランドフォース日本を占拠した、アメリカ海軍の機体として登場。プレイヤーも購入して使用できる。空船乙女、バージンストライク機体そのものではなく基人化した回マイナス4の、空乙女が、 複数登場している。また、初期に選択できる空乙女の、弊社は、イマイナス 4EJ の空乙女。Call of Duty シリーズ、COD 某キャンペーンではベトコンに対して、ナパーム弾攻撃を行うなど、頻繁に登場する。マルチプレイヤーでもキルストリークとして登場し、指定された場所に、ナパーム弾攻撃を行う。COD 某にパナマ進行を元にしたミッションで登場する。 主人公らの上陸に合わせて離陸し、パナマ市外を空爆する、ストライカーズ1999選択可能同じ機の一つとして登場。スピードに優れ、前作のモスキートが装備していたクロスナパームと同じく神殿が装備していたサムライードを持つ攻撃的な機体。反面、ミスからの持ち直しがやや難しい性能となっている。 聖戦士ダンバイン聖戦士伝説地上界に浮上後、レプラカーンと変態を組んだギリシャ空軍の機体として登場。アニメ原作では、ス -16 ファイティングファルコンだが、本作では深い、ス -4 となっている。戦闘国家シリーズ、アメリカや日本の基本装備として組み込まれる。大戦略シリーズ、アメリカ陸空軍型、アメリカ海軍型などの生産タイプで購入し、使用できる。 作品バージョンによるが、空対空ミサイルを傾向する、空戦兵装と爆弾を傾向する、対地兵装を切り替え可能なことが多い。空母が実装されているバージョンでは、空母に着艦しての補給も可能。K-14 や F-15 といったより、新しい戦闘機よりは少し性能が低いが、その分安価という性格設定がされている。ドドンパ時代復活ジャンプゲートを用い、 未来から2008年の東京に転移してきたエレメントドーター、ネクスイ式下の部隊を、ネクスイを追撃してきた狩猟8隊と共に迎撃する。ゲーム中には登場せず、設定資料集にて、その存在が語られている。なお、設定資料集では型番が2008年時点で、退役済みのアメリカ海軍使用である海 4J となっているが、これは、 航空自衛隊のイ -4EJ の間違いと思われる。トム・クランシーズ HAWX-CAI4G が初期から使用可能。USE グルパックをダウンロード購入することで回 -4E も使用可能。ドラッグ・オンド・ドラグーン・エンディング E2 航空自衛隊所属のコールサインスカーフェイス2機が登場。 新宿上空に出現した主人公らを正体不明の物体とみなし、撃墜する。バトルフィールドベトナムアメリカ海兵隊、南ベトナム軍の戦闘機として登場する。ベトナム名彩が施されており、AIM-9 サイドワインダーとナパーム弾を搭載しているが、戦闘機の中で唯一機関砲を使用できない。フィクショナルトルーパーズメカール共和国軍のランクにとして、選択可能。 ランクに唯一の福崎なので、ランク1のアルファジェットの上位互換機として人気が高い、萌え萌え大戦争現代バーンコーノ乙女、ブランシュのモデルとなっている。また、一部のステージでは、サポートイニットとして、カイマイナス4が登場する。20世紀未来ロボット防衛隊、テデロスタンペンウェブ動画、シーブルタエビレオンに、航空自衛隊機が登場。 コンビナートに上陸したシーブルに対しミサイル攻撃を行う。ご当地怪獣、プロモーション映像。ご当地怪獣送信劇に日の丸が描かれた機体が登場。魚沼市から出現したドキラをミサイルで攻撃する。航空機のプラモデルで主要なスケールとなっている十32.1、48.1 32.、48. 72.1、144。 100スケールで各社から発売されており、過去には1、100スケールでダミアからコンバットプレーンシリーズが販売されていた。銀河のアシメガローザマックレディオ製の反政府組織ニューデントゾーンが開発した新兵器として、回マイナス4をモチーフとした FB-40 ガウォークファントムがラインナップされている。ファイター形態からガウォーク形態への変形が可能。 発売されたキットの縮尺は1、100とされている。緑 SF シリーズ、日本宇宙開発局のパトロー利オーロケットとして、海マイナス4に酷似した機体が登場。日本防衛のために開発された、架空の地中戦車、ビッグモグラスに搭載されている。なお、海マイナス4として描かれているのは、ビッグモグラス4パ以降のパッケージのみで、キット内自体では、 世界マイナス4としては成形されていない、フォックス2ベトナム戦初のエースとなったパイロットの物語グリーンアロー出版社、ランドル・カニンガム、ジェフ・エセルチョ、木村ジョージ役、1989年、ISBN 978から4から766331127ベトナム戦争にアメリカ海軍のファントムパイロットとして参加したカニンガム隊員が、 ミグ戦闘機との空中戦について、などを語った戦記、アンカブリングザ、US ネイビー海マイナス 4BJNSQ ファントムダニーコーモンズ、ドコシリーズ写真集。全ページカラーで、機体各部の接近写真やコックピット内部写真が、多数。自衛隊のメイキシリーズ航空自衛隊海マイナス4、イカロス出版、2009年。 ISBN 978から4から863202023航空自衛隊の回マイナス4について写真を交えて解説したムック。世界の名機シリーズ回マイナス4ファントム2イカロス出版2012年。ISBN 978から4から863206298機体性能各種バリエーションの違いを豊富な写真を交えて 総合的に解説したムック。航空自衛隊の機体の独自部分は扱われておらず、アメリカ海軍、アメリカ空軍、イギリス海軍、イギリス空軍、ドイツ空軍、イスラエル空軍の機体についてが主である。0時のメカゾーン毎日新聞社、昭和53年4月30日発行。松本0時のメカニック解説イラスト集。イラストは当然だが、実機取材の際のレポートもある。 ウェポンフロントライン航空自衛隊海マイナス4ファントム時代を超えた戦闘機小畜カスヤ富オ監督岡部一作監修2014年ブルーレイディスク DVD 本編78分特典映像約19分ブルーレイはハイビジョン収録航空自衛隊の海マイナス 4EJ 海 RF マイナス 4EEJ を取り扱った実写映像作品で ハイビジョン企画のブルーレイならではの迫力ある、高画質となっている。ニュータバル基地の第301飛行隊に所属するス -4EJ 海の訓練風景と整備風景及びパイロット、教官、整備員へのインタビュー。百里基地の第501飛行隊に所属する RF-4EEJ の訓練風景とパイロットへのインタビューが収録されている。ありがとうございます。